宗阿弥作の絵画賞阿弥は、室町時代の絵師、鑑定家、伝賀師。姓は中尾、名は、新宗、郷は、松行人志、岩岳。父は、芸阿弥、祖父は、農阿弥。祖父、父に引き続いて、足利将軍家に同報酬として使え、動物奉行も務めた。阿弥派の絵画の体制、書院飾りの完成、書画の管理、鑑定、造園。 こう、画、んが、佐藤など多方面で活躍した。加野正信に対して、課題、絵本の選択や、画事の相談を行ったりもしている。さらに、正信の子、加野元信は、墨の調子を、あやみに学ぶべきだと忠告されたとの話もある。画家としては、三条西さ高、た高さねや慶い天ょうあまねりで、その活躍が記され、国公、 ソうと称されている。また、カン漢輪殺しゅうには、アイアミの描いた、書斎図に対して、国公、総和に、遠行恋、かつまた世について三子を求むとある。一般に、古参文学において、絵師に画を求めるときの上等的な表現は、公に命じて描かせるというもので、絵師のなさえ記されないのが通例である。それに比べ、ここでの、 我が国の名画交渉網に頼んで描いてもらったという表現は非常に丁寧であり、そう網の鍵は一般の職業画工より高いランクが与えられていたことがわかる。弟子に丹安佐都市がいる。鑑定家としての側面を見ると、影漁剣日録にはアイアが動物の根付けをしている記述が品質する。王仁の乱以降、東山魚物の名品が市場に流出し、 堺の豪商や町衆たちの手に渡るといった流行が起きており、総う網もこうした自流に直接関わっていったと想定できる。英章8年には150人ほどの中国画家列伝と座敷飾りの随理解説、工房や茶碗などの動物の説明から成り立つ、訓大観左右長期、大英3年には座敷飾りの方式をまとめたお飾り記を表した。 大英五年十月二十七日死去。去年は七十前後とされる。少年院、月山泉水にわかめ、泉修正、影良県日六日中が、長谷川東博の口述筆記をした、東博が説。ただし、訓大関左右長期は、脳網を詮者とする写本もある。サネタカ後キハットギフトオブジョン・ディ・ロックフェラージュニア、1941。ありがとうございます。